回5つ買って出た結果3つ被っちゃったんですが、このトゲゾーとマリオ&プレゼント出たので結構揃ってきました。まだまだ出てない種類があるので今回もまた5つ買ってきました。開けていきます。1つ目、それでは1つ目はお、緑、あ、ルイージっぽい。やった、1つ目、出てないルイージ来ました。1つ目はルイージ出ました。ウィンクしてます。若干足が浮いてるのが気になります。2つ目、2つ目はマリオ。何のマリオだ。あ、やったやった、色違い、あ、リボンの色が違うんだ。緑、前回は赤が出たのでちょうどここに写ってる赤色のリボンの持ってるマリオが出たんですが、今回は緑。これで色違いのプレゼントを持ったマリオが揃いました。3つ目、今回は調子がいいので3つ目期待です。3つ目はわあ、こっち側だ。おお、やったやった、わあすごい、今回は調子がいい、よし来た。3つ目はヨッシーが出ました。すっごい舌が伸びるんですね、めっちゃ長いです。でこのヨッシーもすごい出来がいいです、かわいい。4つ目、4つ目はおお、ヨッシー、かぶっちゃった、連続でヨッシーでした。ではラストの5つ目、最後ラストを飾ってくれるのは、いやまた被らないでほしいな、わーわー、まさか調子良かったのに。今回5つ開封した結果、ルイージとプレゼントを持ったマリオとヨッシー、この3つ出てくれました。でこの2つは被ってしまったんですが、今回はすごい運が良かったですね。であとはこのマリオとチビマリオとメガブロス、この3つのみになりました。毎回ドッスンを引き当ててしまっているので、今度は慎重に選んでドッスンを引かないように慎重に選んでいきたいと思います。